ドラゴンハート新たなる旅立ちは2000年制作のアメリカ製ビデオ映画84分1996年制作のアメリカ映画ドラゴンハートの続編ドラゴンハートから4年を隔てて制作された続編ストーリーは前作から数十年の時を経ており前作の登場人物であるボーエン、ギルバートなどは回想やセリフの中に登場するのみである スタッフキャストも前作と共通するものは少なく引き続いて参加している主なメンバーは制作のラファエラでラウレンティスのみである修道院で川バ番をする見習いの青年ジョフはいつか騎士になることを夢見て日々の生活を送っていたある日ジョフは友人のマンセルからこっそり盗んだ鍵で入ることを禁じられていた扉をくぐるジョフがその奥で出会ったのは 遠い昔に死んだ最後のドラゴンとされる、ドレーコが残した、ドレークという名の赤いドラゴンだった。一方、巷では、水星が夜空を横切るとき、ドラゴンの心臓が人類の運命を変えるという予言が、まことしやかに流れ、予告されたその日を目前にし、様々な思惑が動き出していた。カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。